皆さん、おはようございます。今週もやってきましたね。はいはい、嘘のような本当の話ということでね、本当のお話、嘘みたいな話、今週、先週は皆さんどうでした？なんかありましたでしょね。意外とね、身近に転がってるんですよ、うん、しかし、ちょっとね、今週も身近っていうかね、身近な距離感のとても気さくな方なんですが、壮絶な人生を歩まれました。そして今ね、片腕でもってギターを弾いているてりひこさん、今週もね、お迎えしておりますけれどもね、東京2020パラリンピック閉会式出演ギタリストということでお話を聞いていきたいと思います。今日ね、FM ギノワ、ね、ヒルズ通りから、ね、スタジオから10時まで放送しますね。はい、メールアドレス797、ね、メガヘルツなのでなくな、アットマーク fmginowa.com、 番組に対するご意見ご希望いろいろとね募集してます。よかったら、ね、最後まで聞いて、ね、メールくださいね。というわけで、パーソナリティ土井秀人が、今日もゲストで、ドクター水素ボトルの、北条雅也さんと、ね、東京、2020年パラリンピック閉会式出演ギタリストで笑ってる笑ってる笑ってる、はい、照彦さんをお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。もうどうもね、先週もありがとうございました。いやいやいや、もうすごいね、あの壮絶なまでのと、うん、出会いも私ね、昨日あの先週ねお聞きいただいた皆さん、出会いってすごくないですかって、やっぱり私ねこうして、お仕事させていただいてても本当しょっちゅう気づきをいただきます。うん、そんな中で、北条さんとのね、うん、照彦さんとの出会い、うん、それがまあちょっとね先週途中にはなってしまったんですけど、皆さんに勇気を与えようと演奏していたんだから、だけども自分自身がもうこれでいいのかという葛藤の中、その場所は病院です。もうパニック状態というか、もう緊急事態状態の中ね、水素を吸ってみたら、もうあれよあれよと自分の、それこそ嘘のような本当の話で、あれよあれよという間にね体に元気が出てきて、うん、ということですよね。はい、ここまでが、はい、先週のところ、はい、出会いとして、はいはい、どこから行きましょうか。オリンピックね、オリンピックの話も聞きたいですけど、うん、ね、あの NHK の出演の ね、 ねお話も、ね、だから5年後ちょうど5年経った時に NHK から取材の依頼が来たんですよ、うん、あのドキュメンタリー番組なんですけど、片腕のギタリストで調べてもらえばすぐいっぱいあることないこと出てくるのでないことまで出てきちゃうないことも出てくる、ないことはまずいな。いや、でも、でもやっぱ書く人は書くので、いろいろ、なるほどね、ちょっとした情報から、まあ、そういうことがあって、まあ、その中で、北条さんとの出会いで、あの最初のライブを北条さんがプレゼン企画してくれたんですよ。僕の生まれて2回目のファーストライブですよ。だから尼崎でしたね。尼崎のライブなんですけど、でもその時もまだ30分しか演奏できなかったんですよね。あの尼崎にあるブラントンっていうですね、伝説のライブハウスって呼ばれてるんですよ、地元では。ここで演奏した人はみんな紅白に出られるっていうね、そういう伝説があるライブハウスで、ここ出身 の、 あのアーティストとしてはトイレの神様を歌った上村花とか、うん、それから花花さんとかなんかがそこ出身なんで、まあ、あのちょうどねその NHK の番組の取材が入るタイミングだったんで、もうせっかくだからライブやっちゃおうよってなって、でそこでワンマンライブ決行みたいな話になって、で湯上さんがと一緒にね機材担いで新幹線に乗って、ね、新幹線も3人でね、みんなで珍道中でしたけど ね、 ね、行きました。初めてだから新幹線も、僕初めてが多いんですよ結構、うん、新幹線も初めて乗って、その時にね、あのツアーに行くんだ、新幹線も乗って飛行機も乗ってがね、そういう事態が生じて、ね、でその時の模様が素晴らしかったんでね、うん、あのね、NHK のブレイクスルーっていう番組でしたね。ブレイクスルーです ね、 ね、あの番組は普通は1回しか再放送しないんですよ、うん、だけど視聴率もすごかったし、ね、反響がものすごかったんで3回再放送してくださった。ちなみにそのライブ尼崎までの水素との出会いからどれぐらい吸ってらしたんですか。おおよそ、いや、そこからだって、そこに出会いなんで、それからその前は水素とは出会ってないんです。だから苦しかったんですよ。まあだから吸い始めて期間で言ったら半年経ってないですね。
まあ多少は、はい、体がだいぶ変わり始めていったぐらいの感じかな、うんうん、そうですどんそっから吸い始めてからが早いんですよ。もう動きとしてやっぱり体の状態が変わるっていうことは全てにおいて変わるわけですよね。やっぱり気づい状態でやってるってことはその分動きも遅いわけじゃないですか。だけど自分の体が急に動けるようになった途端にいろんなことが動き出すんですよ。やっぱそれは出会いとかそれが一番関係するんですよ。出会いがあって自分の体が動くようになってそこからどんどん広がっていく。 NHK が決まって校長さんと最初のライブを企画してもらってそこでライブをする。そこからどんどん広がっていくわけですよね。もう、ね、あの日あの時、ねね、病院で倒れてなのか本当の意味で倒れてしまった時からすると、はい、うん、だからそういうことがあったから僕は自分の体でいろいろな実験したっていうのは、うん、あのライブが終わった後は体がひどい状態になってるわけです。そうするとですね3日間だいたい動けないんです、うん、あの家に帰り着いてもうドタンバタンバタンとなってしまって、そこから次の日とかも体が全身痛くても動けなくて2日3日と寝てようやく動け出せるような感じになるわけですよ。その状態をじゃあこのまだ水素吸い始めたばかりですからこの水素はどのぐらいの体を保ってくれるのか、どのぐらいの効果があるのだろうか。僕結構信じ深いっていう、何て言うんですか、うんうん、あのいろんな実験をして初めて自分にこう信憑性を持たせるっていうか、だからあのもうずっとその倒れた状態のまま水素を吸ってたら3日動けないはずが、その時は18時間、まあ、18時間ずっと測ってたんですけどね、もう18時間吸い続けた状態だったら18時間後になんと体が動くようになっちゃって、なんか一人で僕嘘でしょとかで言って、うん、ね、あの当時はでも朝起きたら体が固まってるって言ってましたよね。固まってて本当に信じられなくて、だからその18時間で動く、絶対嘘やって、自分の体で証明してるのにそれでも信じないんですよ自分嘘やこんなんって言って 次の時にまたやったんですよ。そしたら時間縮まってんですよ、今度12時間になってんですよ。あ、もうこれもう信じるしかないわっていう感じ、この効果は間違いないっていうのが分かってきて、でその治験もあったし自分の体で調べたこと、そういうのが全部重なって僕はもう自信しかないです。だから僕的にはやっぱリハビリとか同じ病気の人たちリハビリするためにはこの水素を吸いながらリハビリしてほしいって思ってるんです、ずっと。だから言い続けたいっていうのもあるんですよね。あ、うん、その中でやっぱりいろんな出会いがどんどん進んでって、でライブもその水素のおかげでどんどん長くできるようになっていくわけですよ。で NHK が終わった後にいろんな全国から依頼が来るわけですよ、演奏してくれと、うんうん、だけど僕の体はそんな演奏にまだ耐えれる状態ではないので月に2本ぐらい演奏できればいいだろうっていう体の状態だったから、まあよりすぐりで最初は小学校中学校で演奏したところが始まるんですけど、うんうん、だけど徐々に体が動いていくわけですよ水素のおかげで。そうしたらやっぱり自分には欲が出てきて、こういろんなところに聞かせたい、自分の演奏を聞かせたいっていうやっぱりその使命と思ってますからね、それを僕はもうやろうと思って、だから水素を片手に、だからあの補助さんがあの持ち運びできるように作ってくれたんですよ、あの充電器させたまま外でもずっと吸えるように、モバイルバッテリーを、ね、連動させて、まあ、湯上さんのために最初作ったんですよ、移動中に。でその後ね、それでずっと吸いながら行ったらもうだんだんもう楽勝でできるようになってきてでいろんなのもう週に1回だから月に4本とか入れれるようになっていって、で1時間演奏できるようになって、2時間演奏できるようになって、3時間演奏できるようになって、その夢を、だからパラリンピックもそうなんですけど、パラリンピックって最初の演奏からすぐに日本に決まったわけですよね。そこから僕は夢を一応パラリンピックに出てパラの選手たちを応援したいっていう夢を持ったんですよ。だその夢にまっすぐ向かっていったのはやっぱりそうやって体がどんどん良くなっていったっていう状況があって、そこでもうパラリンピックに向かって一直線で決まるわけですよ、パラリンピック出演が。まあ喜びはしたんですけど、今度は誰にも言えないっていう状況になったんですよ。パラリンピックに出演するか決まった途端に一切公開しちゃダメなんです、うん、言えないっていうか言っちゃいけない NHK 側から僕が言っちゃダメですよ、出ますって。あ、なるほど、 NHK じゃないね、あの本番までオリンピック側からダメですよって、はい、そう言われてて、うん、北条さんにも言いたいけど言えない、これ言っちゃったら契約違反、もうすごいんですよ契約書書かされて、
ってもう言った途端にもうそれがバレた瞬間に出演はダメっていうことになるので一切言えなくて、でその流行り病が蔓延してる時期だったじゃないですか、もうリハーサルも大変で、でやっぱり企画する側は健常者が逆するわけじゃないですか、だから障害者のことをあんまり知らないわけですよ。そうすると障害者にとってはハードなリハーサルになるわけですよ。まあ、それはだん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 やっぱやる側もこういう障害があるんだっていろんな障害者に会って緩和してはいったんですけど、やっぱ最初はものすごいきつい状態だったんですよね。もう2時間とか演奏できるようになったとしてもきついハードなリハーサルだったんです。だからそのハードな暑い中のリハーサルなのでもう本当に水素が手放せなくて、もう休憩時間には水素吸いながらでまたリハーサルに出てって、もう炎天下の中ですし水分も取りながら、もうだからスタッフもものすごい気を配ってくれてなるべく倒れないようにとかやってくれたんですけど、その上でやっぱりその体を保ってたのはやっぱ水素がそこにあったからだし、もうだから本当に僕にとってはもう水素みんな吸ってって、もう本当にこれは体を劇的に、だから僕はこういう体の状態だからこそ本当に分かるんですよ。ここまで体が欲してるよ絶対にって、水素ってでも今いろんな水素っていうのはいろんな研究者がもうだんだん素晴らしいものだって分かってきてるらしいじゃないですか。だんだんね、もう間違いないです僕の体。それでパラリンピック本番迎えるわけですよ。だから本番もあの当日まで入れるかどうか分かんないんですよ。だからそのクリアしないと PCR 検査とか、そうですよね、厳しいですね。だから本番当日までギリギリ待ってて、でやっと入れて、でホッとして、そこから本番が始まるわけです。で本番の時はもう応援してくれた全ての人たちに向かって、僕出たよ、君たちあなたたち皆さんのおかげですっていう感じでこう、いやいやいや、もうね、すごいねえ、お話ちょっと本番のお話もなんですけども、この後ね一旦ちょっと CM 入りましょうかね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、ねえ、時刻はねえ間もなくねえ10時になるかな、嘘のような本当のということでね、私、土井秀人がお届けしてますけど、今日はね、東京2020パラリンピック閉会式出演ギタリストのね、照彦さんお迎えしてますけれども、ね、ドクター水素ボトルの北条さんもね、来ていただいてます。もうすごい話です。止まりません。うん。なんかね、やっぱりその本番、僕らもね、やっぱりその音楽のお仕事していて、本番直前までね、緊迫する雰囲気の中、ドクター水素ボトル手放せないなっていう、もう熱い思い、僕なんか恥ずかしくなりますね、ちょっと痛風だったからとか肩が凝ったからなんて話でちょっとラジオで皆さん申し訳ありません。でも僕もおすすめします、すごいと思います、うん、全部僕も病院行かなくなりましたね。はい、そんなこんなで包丁さん、ちょっとすごい話がさっきからね、すごいですね。まあね、もう本当うちの会社もね、湯上さんにいろいろ教えていただきながらこうずっとやってきたんでね、だからあの同じように脳出血を起こした人とか、それから脳梗塞になった人たちにやっぱりあの湯上さんに教わってきたこと、こんな吸い方するといいですよなんていうのもね、よくお伝えするんですよ。ただまあその通りになるんで、みんな同じようにこうね、あのやっぱ血管広がって血流良くなるっていうことでこう改善していくっていうところがあって、まあ、すごく喜ばれてます。あと再発もしなくなりますので、はい、あ、そうですね、再発怖いんですよ、まあ、血管にね負担がかかる、どうしても細い人とか弱い人、それから
ね、高血圧の薬なんか飲んでると血管硬くなってるんでね、そういう人はそういうことになりやすいんですよ。薬って全てがウェルカムじゃないですよね。もちろんね、そのいわゆる圧を下げるっていうことがテーマなわけなんですけども、やっぱり副作用がどうしてもあるのでね、まあ、そういったことも含めて水素の場合は緩やかにしてくれて、穏やかに血流も血液の圧も安定してくるっていうところも起こってるんでね、皆さんでね、だから、それ私たちほら鬼のようになんてああいうこともね、はいはい、本当に暇さがればじゃないですけど、はい、ガンガン僕も吸ってますけど、あ、全く副作用ないんですもんね。ないですね、あれも全く、ま、ないですよねじゃなくて、ないですね、報告されてないんですよ。副作用水素の効用は、ね、報告いっぱい1300も論文あるんですけど、大概ねそういうのが発表されるとね、足引っ張ろうとする人が逆研究をやるんですけど、それも出てこないんですよ。いや、実際には医療 A ですか B ですか、先進医療 B、 先進医療には使われてるので、はい、あとはもうエビデンスのあれで保険が適用になるかどうかは、そこから先のあれなんで、そうですね、ね、そんなに先じゃないとも言われてますんでね、はい、もうそうなんです。本当に試してほしいですよね。人はもう言ってみれば一番大事なのって血管だと思うんですよ。そうですね。で、毛細血管ってすごい大事って言うじゃないですか。でも水素を吸った人は毛細血管まで血液が回り出すので、これはもう目に見えてわかるので、あれですよね、よくね、指先のね、説明会で指先の血液見てくれるのやってるじゃないですか。あれで見たら本当にわかりますよ ね、 ねびっくりするね。本当に皆さんね、私も止まってました実は。いや、基本的に多分止まってない人はいないっていうぐらいだと思います、ね、水素吸ってる人が唯一動いてるっていう状態だと思いますよ僕は。ね、そんなわけで、改めてテリコさん、はい、ね、本番ですよ。やっぱりよみがえるというか鮮明な記憶としてあると思いますけど、人生の中で一番綺麗な花火を僕は真下から見ましたね。あ、僕らテレビで見てます。中の様子ってすごいんですよ。やっぱり光がいろんな形動いて、もう中から見る景色はもうそれはそれは幻想的で、花火涙出ましたもん、花火見た瞬間。あ、でみんなの顔が浮かぶんですよ。北条さんの顔も浮かぶし、いろんな方の顔が浮かんで、ね、もう涙が止まらなくなっちゃって止まらなかったですね。お家の方々、うん、ね、先生や介助というかね、リハビリ仕組みになってくれた方々や、そうでしょうね。そうですね。うわ、感動で、やっぱりそれに出ることによって、僕は恩返しっていう形はやっぱり音楽でしかできないし、やっぱ自分の体験でしか話せないから、やっぱりそれが僕の恩返しだと思ってるので、やっぱりそのパラリンピックに出るっていうこともみんなへの恩返しなんですよ、僕にとっては。だから必死だったですもんね、やっぱり。そうでしょうね。ちなみにそのお話をね、はい、いただいた時、率直にうっと思った気持ちはどんなんでした？人は驚くとそこまで大きく喜べなくて、うん、なんかやったなんかやったあれ、なんか乗り方がわからない、やったあれ、どう喜んでいいのかわかんないみたいなことになりました。電話が来たんですか？メールです。メールが来てご出演願いたいと、はい、決定いたしました。すごいね、もうずっと言ってたから、とにかく新聞で取材された時とかもね、オリンピックに出るのが夢ですってずっと言ってた。だから僕は夢を持ったら必ず発することだと思ってないんですよ。あ、言葉にする。いろんな人たちに言って、うん、で、うん、皆さんの力を借りながら僕は夢を叶えていくとものだと思ってるので、だから必ず言い放つで、なんか力を貸してくれる人がいたら基礎を紹介してもらったりとかするわけじゃないですか。それで徐々に夢が叶っていくわけじゃないですか。そういうことがあるので、そうしたら今言い続けたらそれが叶っていったわけですからね。同じスーパーギタリストとして、はい、群馬県出身のスーパースター、布袋さんにも僕実はインスタグラムで、布袋さんが群馬に作った楽曲があるんですよ。それを僕コピーしたんですよ。コピーしてインスタに上げたら、布袋さんがアメージングってメッセージをくれて、すごいね、あげてくれたんですよびっくりして。でその時僕なんか演奏かなんかしてた後で、で戻ってみて、オリンピックの前ですよね。前です、ね、で、うんうんうん、インスタグラム見たらものすごい問い合わせがあるんですよ。もう今まで見たことない何百件っていう問い合わせが入ってて何が起こってんのって、もう炎上に近い状態ですで、なんか怖くなってまたインスタ見なくて、でツイッターを開いたらツイッターもすごいことになってるんですよなんだこれはと思って、そしたらギタリストの一人が
大変なことになってますよ何がって、布袋さんですな、どういうことって言って見に行ったら、布袋さんが総理に挙げてくれて僕のことアメージング、って影響力すごいじゃないですか。いやもうとんでもない方ですよとんでもない、だから僕もうスクショしました、今までも撮ってます大事に。でやっぱオリンピック、あのパラリンピックの開会式に出るわけじゃないですか、まあ、競泳はできなかったんですけども、言ってみれば開会式に布袋さんがギタリストと、で閉会式には僕が最後にギタリストとして飾るわけですよ。だからファンの間では一応オープニングの布袋さんで閉会式の僕っていう形に布袋式がなっております。すごいですね。すごいですね、本当ね。そうなんだ、よかったよね。パラリンピックでワンショットで抜かれたのって、あの時は僕と響くんってあの盲目のドラマしかワンショットで抜かれてないんです、でもそれはもともと言われてたので、実はでもあれちょっと裏回しがあって、カメラで必ず抜かれるって言ってたんですけど、ああいう状況なのでカメラマンがどこにいるか分かんないんです。カメラ目線でお願いしますって言われてもカメラどこにもないからああいう状態になっちゃったんですよっていう感じです。なるほど。わあ、いや、あのちなみにね、僕ちょっとあのファンみたいで申し訳ないんですけど、布袋さんがいわゆるオープニングでっていうのは最初のオファーのメールにはもちろんないわけですよ。いや、誰にも知らされてないので、誰も知らなかったはずですよ、多分。いつ知ったんですか？本番直前ですよね。あの日？いや、だからオープニングは、あの関係ないので僕は、あの閉会式の方なので、だから開会式を見た人はみんなその時に初めて知ったはずです。そっか。あの内緒になってるので全部。そっかそっか。だから開会式に出てるっていう本人たちも多分知らなかったんじゃないですかね。ねえ、わあ、すごいですね。何なんでしょうね、このびっくりですよ。だからこのなんて言うんでしょう、急激なこう上昇気流というか、はい、ね、すごいですね。引き寄せましたね。だから皆さんのおかげで、本当に補聴さんのおかげでもあり、だから一人一人やっぱり出会っていって、一歩ずつ一歩ずつ道を歩んでいくっていうのはすごく大事なことだなと。だから今を生きるのが一番いいんですよって思います、僕は。だって一度死んだ人間なので今を生きていないと、いくら未来のことを考えても、今健康になるにはどうすればいいか、水素をするしかないじゃないですか。いや本当にね、これはあの 僕ら全員って言うんですけど、少なくともね、ココさんにやってて本当そう思いますよね。出会ってほしいっていう、本当に切実にあの思います。でも本当に何度もね、皆さん、片腕のギタリストのね、テリコさんをお迎えしてますけど、ね、東京2020年パラリンピック、ね、閉会式で、ね、ギタリストとしても脚光を浴びた方なんですが、はい、もうとてもその姿っていうのは想像できなかった頃、それを思い起こしてね、ちょっとまあ勇気ある、ね、発言というか思い出していただいたり、お辛い場面もあったかもしれないんですが、何を言ってもね、本当に水素であったり、そういうね、人との出会いっていうのはあの素晴らしいことなんだなっていうのを私も教えていただきました。はい、ありがとうございます。で、あの北条さんも毎週本当に常にね、サポートしていただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそ ね、もう皆さん本当に素晴らしいからね、本当に本当に改めて伺うと恩しかないですけどねテレコさんはね、一旦ね、またあの東京に戻られるとかね、あとはまあ地方での公演とかもあったりすると思うんですが、またね、必ず沖縄にも来てほしいし、あとこのラジオはね、電話でもできますから、またね、ゲストにね、お呼びしたいと思っております。はい、そんなわけでね、毎週お届けしています嘘のような、本当のはということでね、今日もダルオーイーストの北条さんと、片腕のギタリストテレコさん、はい、いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう、ぜひ。はい、よろしくお願いします。水素を吸って夢を叶えよう。叶えよう。ありがとうございます。また来週。